佐藤ひろ子さんの経験した恐ろしい話です。それではどうぞ。ある小さな宿のお土産物屋で、私は突然不気味な感覚に襲われました。何かが私を引き寄せるような感覚があり、目に留まったのは片隅に置かれていた古い人形でした。無意識に手に取ってしまい、その瞬間から私は身動きが取れなくなってしまったのです。後に聞いた話によると、その人形は実はお土産物屋のオーナーが所有していたものだったそうです。さらに驚いたことに、オーナーは前年に突然の死を遂げていたのです。事実を知ったとき、私の不気味な体験がより一層深まりました。怪奇な体験は私にとって、恐ろしく忘れられないものとなりました。佐藤ひろ子さんの経験した恐ろしい話でした。それでは。